オリビア・ルイス、ヘルシンキでの2007年大会にて、モレナ、ベオグラードでの2008年大会にて、マルタのユーロビジョンソングコンテストでは、マルタにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。マルタは1971年大会からユーロビジョンソングコンテストに参加している。小国マルタのユーロビジョン参加の初期の頃は、成果もかんばしくなく、 1975年から不参加となったが、1991年大会で復帰した。復帰後は2008年までの間に8回にわたってトップ10位にし、特に2002年大会と2005年大会では2位につけた。一方で2006年大会ではわずか1ポイントしか得られず最下位となり、2007年大会及び2008年大会では決勝進出を果たせなかった。 スウェーデンなどと共に長期にわたって連続的に参加を続けている国の一つである。2020年までの間、マルタは1991年から毎年参加を続けている。マルタは参加曲には英語の歌詞を用いることが多い。その例外であったのは1971年と1972年でマルタ語で歌われたが、言語の壁のためにどちらも再会に終わった。 1975年で好成績を収めた後、マルタは長く大会には不参加を続けた。1980年代後半、マルタは大会への参加の意欲を持っていたが、大会に参加できるのは22カ国までとする規定が変わらなかったため、参加は阻まれてきた。オランダによる1991年の参加自体は、マルタにとっては再参加の後期であった。 1993年参加できる国の数が拡大され、マルタは再度、ユーロビジョンへの参加を実現できた。しかし、2006年に再開となってからマルタは不調が続いている。2006年からの3年間は不調であったものの、マルタは優勝経験国以外では最も良い成果を出している国でもあり、2位に2回、3位に2回、輝いている。マルタでの大会の放送は、 公共放送サービスが担当している。マルタから高得点が送られた国々、マルタに高得点を送った国々、出典得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。